はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ私たちはね、泣いても笑っても転んでも稼いでいかなくちゃいけませんよね。世の中の状態がどうであれこうであれ、結局は誰かに喜ばれることをして、喜んだ人が感謝でお金を払っていただく、このビジネスを忘れてはいけないのかなと思います。で、それをやらないと誰かが何もしないでくれるっていうね、お金をください、ただくださいってことになってしまうんですよ。そうなるとね、途端に状況は厳しくなります。何もしてもらえてないのにお金だけ払うっていうのは、みんなね、そんなにね進んでできないんですよね。でもなぜかですね、自分はお金が欲しいんです、ください、ちょうだいっていう方も出てくるんですよ。私はね、その方法も悪くはないとは思うんですが、まあ、手っ取り早く、ビジネスをするのがいいかなと思います。ビジネスってのは誰かに喜んでもらう、誰かの悩みを解決する、これだけに尽きるんですよね。そして今回ね、向き不向きについて花色さんからまたね返信が来ましたんで、まあ、話していこうと思うんですけど、やっぱ私たちはね、稼いでいきたいっていうことではなくて、稼ぎ続けなくちゃいけないんですよね。まあ給付金みたいな話もありましたけども、あれもらってじゃあ次の月はどうするんだ、次の年はどうするんだ、今後の人生はどうするんだってことになると、延々と国が助けてくれるわけではないですし、手伝ってくれる人もたまにはいますけども、ずっとではないですよね。その人にはその人の人生がありますから、やっぱり人のね、手助けをする余裕がある人って、まあ、ほとんどいないんですよ。で、そうなるとやっぱりね、どちらかというと誰かを手伝っていかなくちゃならない。何が言いたいかっていうと、稼ぐってことをやろうと思うとね、ずっと命は続くわけですから、稼ぎ続けなくちゃいけないんですよね。稼ぎ続けるっていうことは、自分が一瞬稼いだだけじゃダメで、じゃあ次の瞬間には別の手を打っていかないといけないんですよね。で、人を喜ばせる方法っていうのはたくさんあるんですけども、人の悩みを解決する方法っていうのはたくさんあるんですけども、たちが悪いのは、一つの悩みを解決する方法が誰にでも当てはまるわけじゃないんですよ。ということはですね、花山さん言われてましたけども、自分の器をもっともっと広げていかないと、自分の持ち駒が少ないとですね、その持ち駒の手札の中でしか人に対応できない、人の悩みを解決できないってことになりますんで、転売しかできないってことになると、転売が何らかの理由でできない人の手伝いはできないんですよね。例えば転売って仕入れ資金が必要だったりするんですよ。そうなると仕入れ資金がない人のお手伝いはできないかなってことになりますよね。で、あと YouTube ね、 YouTube で、まあ、顔出しするしないっていう状態はありますけども、YouTube で顔出しをしたくないって方はね、これまた YouTube で稼ぐ方法ってのはかなり遠のくんですよ。ちょっと余談ですけども、 YouTube で顔が出せない、要するに人前に顔を出したくないって方がいるとしたら、これ接客業無理ですよね。じゃあ何で稼げばいいんだろうかってことになりますよね。プログラマーとかいう道はあります。人の前に顔を出す必要はありません。でもこう言うとですね、いやそういうんじゃなくて、で一生懸命なんか覚えて今からプログラマーとか考えられないですってことになるんですよ。じゃあ特殊清掃とかどうですかって話になりますよね。ちょっとやりたくないですみたいになりますよね。要するに稼げない人ってそういうことなんですよ。提案を断るんですよね。だからやっぱり稼げないんですよ。稼げる方法はこれですよって言っても、いやいやそれはちょっとってなるんですよね。で、お金を稼ぎたいっていうね気持ちが一番だったら、これできるんですよ。あれがやだこれがやだって言わない、もうお金の問題を解決したら他のことはそれから考えますみたいなね、そういうふうなことが真摯な姿勢であり謙虚だってことだと思います。やっぱり誰しもね、野球に憧れる人っていうのはバッターボックスでホームランをパン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 打つことを夢見るわけなんですよ。守備に出たらファインプレーでね、で人気者になって、でみんなからチヤホヤされてお給料もいっぱい入っちゃうみたいなね、そんなことを望むんですけども、じゃあそこに到達する第一歩は何かっていうと、やっぱりね、体力がないといけないんで、ホームランを打つのにも体力がいりますからね。ですんでジョギングをしないといけないということになります。そして体力が落ちると打てるもんも打てなくなるんで、体力はつけ続けないといけないんですよね。ということは、その道を目指すなら一生ジョギングをすることになります。それだけではなくて、バットをしっかり握らないといけないんで、握力も必要なんですよ。じゃあ握力も鍛えないといけないから、懸垂をしてみたりとかってことになってきますよね。まだ他にもありますよ。飛んでくる球を見極めないといけないんで、
動体視力も鍛えないといけないですよね。そうなるとね、目にもかなりケアしないといけないと。で、いろんな能力必要ですけども、じゃあそれを司る食とか健康はどうなんだってことになりますんで、普段の暮らしが、まあ、ままならないってことでしたら、もうプロフェッショナルとして目指すことができないってことになっちゃいますよね。だからね、稼ぐってことも同じで、普段の暮らしはいい加減でお金だけ稼ごうとってそうはいかないわけなんですよ。やっぱ商売ってのはそれをやる人24時間それ全てが出ますからね。だから言葉を知らない、物を知らない、常識を知らない、相手の気持ちになれない、これ全部商売に出てきますんで、やっぱりね、お金を稼げる人ってすごい人だと思いますよ、私はね。その金額にほとんどのバロメーターが入ってます。たくさんお金が稼げる人ってのは、たくさんの人の悩みを解決してきたことだと思いますし、お金を稼ぎ続けてる人って時代が変わろうとね、それから世の中の情勢が変わろうと、その場その場で工夫して全てのトラブルを突破してきた人なんですよね。それこそ雨が降ろうが槍が降ろうが売り上げは変えていかない、むしろ上げていくっていうね、そういう人が、新しい世の中を作って、世の中に富をもたらして、その富のおこぼれに預かって私たちが生きているってことなんだろうなと思うんですよ。だからね、私がね、向き不向きっていうのは、そのお金を稼ぎたい人がどっちを向くのかってことが大きいと思うんですよ、ね、だって稼ぐ方法は東の方に進んでいるのに、稼ぎたい人が東の方向に顔を向けなかったらダメですよ。西の方向に向けたらどんどん損していきますよね。北の方向とか南の方向でもダメなんですよ。やっぱりお金の流れてる方向に自分が向かないといけない、それが向き不向きです。だからあなたは不向きですよ、向いていきましょうよっていうふうにマインドをね、変えていくのが一つね、コンサルの役目なのかなと思います。いや、そんなことやりたくないですよって人にどうね、やってみようかなって思わせるかどうかなんですよ。まあ、ですんで、指導力っていうのはそのままね、その講師のコンサルをしている人の、ね、まあ、器、人生そのものなんですよね。どのぐらい魂込めてるか、どのぐらい命を削ってるか、それから私ね、これね、ちょっと動画まとめましょうか。今回師匠の精神っていうものがあります。師匠の精神ね、それ速稼塾の中の講義の一つにありますけど、師匠の精神ね、通常師匠ってこう書きますよね。師匠、先生に匠って書きます。速稼塾の場合はこうです。師匠とはね、こう書きますね。死ぬ生きるって書きます。で、私はそういう気持ちなんですよ。まあ、これ話すと長くなりますけども、要するにね、これ命をかけてやれっていうことにも通じるんですけども、もうちょっとね、分かりやすく言うと、師匠の精神っていうのはウィンウィンの進化版なんですよ。ウィンウィンの進化版でどういうことかっていうと、通常ね、ビジネスをしてる人が知ったけに言うのがウィンウィンの関係ですよと、あなたも良くなる、私も良くなるっていうことなんですけども、私の場合はね、ウィンウィンの関係をちょっと進化させてウィンルーズの関係って言ってます。これは何かっていうと、あなたは生き残れ、あなたは勝ちなさいと、私は失っても構わないっていうことなんですよ。なんで失っても構わないかっていうと、どっからでも復活できるからなんですよ。だから自分の利益とか、それからメリットを担保しながら、あなたにも少し得させてあげますよってことじゃないんですよ。あなたは一方的に得しといてくださいと、勝ってくださいと、まずはね、私を踏み台にしてください、勝ってください、私はどんなところからでも何を失ってもあなたのところには簡単に追いつくからみたいなところなんですよ。で、そういうところを私としては目指しているということなんですよね。まあ、ですんで、塾生さんっていうのはいろんな意味でね、手伝ってあげないといけないし、こちらから気を回して気づかせてあげないといけない、そして動機づけてあげないといけない。ですんで、自分のドラマに、ね、どのように塾生さんを巻き込んでいくかっていうふうなマインドコントロールが必要になってくるんですよ。そのために時には楽しまして、時には未来の夢を語り合って、時にはですね、一人一人のできないに耳を傾けていくということになります。まあ、ですので、花江でもさんね、マジックの腕があるんだったら、マジックでちょっとね、人の心をこう振り向けてあげて、それからよし頑張りましょうかっていうふうにエンターテインメントを入れながらね、その人の道を開いていく、そんなお手伝いができるんじゃないかなと思うんですよ。ということでね、今日はね、師匠の精神というものをお話ししました。これは話すともっともっと長くなります。4時間ぐらいの講義がありますんで、それを聞くとね、大体ね、人の気持ちは変わっていって、今までやらなかったことをやるようになり、今までやってきてしまったことをやらなくなるんですよ。構成ってやつですね。じゃあ本日は以上です。